どうも、うるまです。今動画を撮ってるのが8月の中旬になるんですけど、ここらでね、ちょっと夏の買い物一段落したなっていう感じなんですよ。でね、自分毎月結構な量と額買い物してるじゃないですか。なんでね、ここらで春夏買って良かったものみたいなものをちょっとまとめてみようと思って本日は撮影しております。まあもちろんね、自分が購入した商品は悩んだ挙句欲しいなと思って買ったものばかりなんですけど、まあ実際ね、日常で使ってみて、あれなんかちょっと違うなとか、あれ気分がなんか意外と乗ってこないなってものもないわけじゃないんですよ。まあその逆しかりで、買ってみて本当に良かったものとか、これすごい着るなとか、まあ、思った以上に着回しの幅が広いなってものも実はあるんですね。なのでそういう部分も含めて、まあ、春夏買って良かったものっていうものを紹介していこうと思います。まあ、なんで今回選定したポイントとしては、実際にね本当に買えて良かったっていう喜びの部分と、あとは着用してみての使いやすさとか、あと着回しの幅とか、まあ、着用頻度とか、そういうところにフォーカスしながら、まあ、今日はですね、春夏買って良かったものを10選にしているので、ちょっと一個一個紹介していこうと思います。でね、今回選定した期間なんですけど、上半期の中で買ってよかったものっていうものを中心に紹介していくんですけど、まあ、主に、まあ、例えば上半期だと1月とか入るんだけど、あんま冬に近いものよりかは3月4月とか、まあ、春以降のものを中心にセレクトしております。ではではね、10個あるんでちょっと紹介していこうかな。はい、それでは1つ目買ってよかったアイテムがこちらです。はい、こちらがチルドレンオブザディスコーダンスのバンダナ柄シャツになります。やっぱ今年の春夏に関してはね、バンダナ柄のシャツすごいトレンドだったじゃないですか。まあその中でね、自分はなんか違いを見せたいなっていう部分があったので、これね、バンダナ柄ではあるんですけど、ヴィンテージのね、バンダナの継ぎ上げで作られてるんですよ。こんな感じで、まあ、ちょっとね、統一感があるようなんだけど、まあ、程よいパッチワーク感っていうのも結構魅力に感じております。でね、自分購入したのは今回レッドになるんですけど、まあ、世間一般的にはね、合わせにくい色だなっていう部分に位置すると思うんですよ。ただね、実際買ってみて着てみると結構合わせやすくて、これをスタイリングするときにあんま困った印象がなくて、プラスこれ前を閉めても、あと開けてきても、あとタックインしても、いろんなスタイルにはまるなって部分で、登場回数がおのずと多かったアイテムですね。まあ、実際にねスタイリングした画像がこんな感じであるんですけど、これがねタックインしたやつだったりとか、あとはこれはね前を開けてきてたりとか、本当にねこれ1枚着るだけでスタイリング仕上がるし、気持ちも上がって、まあ値段的にはね、確か4万5000円ほどで購入したアイテムにはなって、値段安くはないんですけど、まあ、その金額があったとしてもかなりね買えて満足したアイテムになっております。でこのチルドレンのね、あのバンダナシャツに関しては、これ春夏だけじゃなくて秋冬に関してもね、ブランドから定番でリリースされるので、まあ、秋冬に向けてもね新作リリースたくさんされていくので、ぜひぜひねチェックしてもらえればと思います。でね、ブランド的にもバンダナ柄のイメージはあるんですけど、最近はねなんかヴィンテージのスカーフ柄とか、そういうものも新しくリリースされてはいるので、まあ、どんどんね次へ次への提案もしてくるので、まあ、今後もね自分もチェックしていきたいブランドの一つとなっております。はい、それでは次の買ってよかったアイテムがこちらです。はい、こちらが H の半袖チェックシャツになります。まあ、このアイテムに関しては単純にやっぱ柄かな、このなんかダークグリーンとネイビーのこのクラシカルなカラーリングにも惹かれましたし、あとね形的にも着丈がそこまで長くなくて、身幅が大きく取られてて、着た時にね落ち感が出るんですよ。なんか半袖のチェックシャツってね、なんか一歩間違えると子供っぽくなっちゃったりとかするんですけど、このシャツはねなんか色味とか形もなんかトレンドにマッチしてる部分もあって、大人っぽくね着れるところも魅力に感じましたね。まあ、あと素材もコットンとアルパカを使ってるので、かなり肌触りも独特で柔らかい印象になってるので、まあその部分もね他の半袖シャツと差別化してすごく気に入ってる部分でした。まあこのアイテムに関してはね、エピソードがあって、このアイテムを買ったんですよ。確か3万円ちょっとで買ったんですけど、自分が買って届いた日にこの商品がねセールにかかってて、確か 30% オフとかかなになってたんだけど、でこれ元値が高いからさ、 30% オフとかでもさ1万円近く割引されるわけですよ。まあなんだけどね、まあ最初そういう部分あったんだけど、実際着てみたら本当に着回しは効くし、もう着てるとね結構他の人からも好評だったりしたので、まあ元々はね定価の価格で満足して購入してるので、これも買えてよかったアイテムになっております。まあ H に関しては本当にトレンド性も高くて、かつクオリティも高いアイテムが多数リリースされてるんですけど、まあ、シーズン最後になるとね結構なオフ率で結構いろんな商品展開されてるので、まあ、H 自体をね元々気になってるとか欲しいと思ってる方に関しては、これねセールシーズン狙うと結構お買い求めやすく買えることもできるし、まあ、夏物いらないよって人に関しても、春物のね長袖アイテムもセールにかかってるので、まあ、そういうものに関してはね秋の立ち上がりも全然着ることができるアイテム多数あるので、まあ、ぜひねこのタイミングでチェックしてもいいんじゃないかと思います。はい、それでは次のアイテムになります。次買えてよかったアイテムがこちらです。はい、こちらザラのセットアップになります。
で、こちらジャケットに関してはダブルテイラードになってるのと、あとボトムはね今ちょっと畳んでるんですけど、ワイドシルエットのスラックスになってますね。いや、こちらのセットアップに関しては本当春夏ねお世話になったアイテムで本当気に入ってました。もちろんねセットアップで着てもバチバチハマりますし、ちなみに着るとこんな感じなんですけど、なんかねパッと見ブルーのセットアップって難しいんじゃないかなと思うんですけど、色味がねこんな風にくすんでるので落ち着いた印象もあるので、まあ、程よくね清涼感もありつつ、まあ、今季ねトレンドのペールトーンとかくすみカラーのところでもマッチしててすごく気に入ってきてたアイテムの一つとなっております。まあ、あとねあのセットアップではもちろん着るんですけど、あの上下別々で着てもすごい着やすくて、ジャケットだけでも本当着れるし、夏に入る前はショーツと合わせて着ることが多かったですね、このジャケットに関しては。ちなみに合わせるとこんな感じなんですけど、パンツに関してはね上は綺麗めなシャツでもカットソーでも何でも合わせることができたので、上下ともにねすごくスタイリングしやすいアイテムだなと思って今回入れさせてもらいました。で、値段に関してもね上下で2万円ちょっとで購入できて、まあそういう部分はねファストブランドって助かりますよね。アイテムの感度的にはね2万円ちょっとで買えるものではないと思ってて、ほんとドメブラとかから出るとほんと5万6万上下で平気で取ってくるアイテムにはなってるので、これすごく買えてよかった一つとなっております。ザラのセットアップに関してはね、この春夏ねこのブルーのやつもお世話になったので、秋冬もなんかいいのないかなと思って今も結構探してるんですけど、まあ、秋冬に向けてもねセットアップのトレンド全然続いていくし、自分的にはねちょっとチェックのセットアップとか、なんか柄物のセットアップちょっと欲しいなと思ってるんで、今日毎週ねザラの新商品はチェックしていこうと思っております。なんかいいのがあったらね紹介していこうと思います。はい、それでは次の買えてよかったアイテムになります。次のアイテムがこちらです。はい、こちらがビクティムのニットベストになります。いや、これはねめっちゃ着たこの春夏。いや、本当に着やすくて、自分ねあの前の動画でも言ってるんですけど、ニットベストをねそんなに着なかったんですよ。なんか形がはまらないというか、なんか肩の部分の収まりが悪いとかでいいものに出会えてなかったんですけど、いや、これに関してはねもう本当にお気に入りで、形も素晴らしくて、もうストック用に欲しいぐらいです。これやっぱね結構着てて色あせも少しずつ出てきたんですよ。まあもちろんね秋冬も重ね着とかでね全然着ようと思うんですけど、もうストック用に欲しいぐらいです。これね着色技もあるんですけど、ちなみにこんな感じで着たりとか、あとこんな感じで着たりとか、本当にねベストの下に長袖シャツも、まあ、ロンティーも、あとね普通に半袖 T シャツも全然合わせることができて、もうスタイリング自体もねすごく簡単にはまりますし、まあ、これをねレイヤードするだけでなんかシンプルな着こなしがねワンカク上がるというか、まあ、そういう部分でもね非常に助かったアイテムになっております。で、素材もねコットン素材になってるので、もちろん春も夏の着こなしにも使えるし、秋の立ち上がりもね全然通年で着れる素材になってるので、こういう部分もね非常に助かった部分となっております。で、ほんとビクティムはねほんと昔からファンのブランドで、まあ自分のねお店のオープニングアクトでも取り扱いさせてもらうことになったんですけど、本当に長く着れるんですよね。まあ、今後もねたくさん頼っていくブランドの一つとなっております。はい、それでは次の買えてよかったアイテムになります。次のアイテムがこちらです。はい、こちらがカーハートのボロボロパンツになります。ボロボロパンツってなんだよって話なんですけど、これね古着で購入したんですけど、このリアルなユーズド感がやっぱり惹かれたポイントですね。本当にダメージ満載みたいな、もう膝もほんと裾もまあまあなダメージ感があるんですけど、まあ、ダメージがたくさんある中なんだけど、意外とね色味の部分がこんな感じでなんかベージュがワントーンで綺麗に落ちてるのが結構不思議なバランスというか、結構ねカーハートの古着のパンツを探すと色落ちがまだらになってたりとか、結構ねパッと見汚らしい印象のものもあるんですけど、これに関してはね、まあ、もちろんねダメージ感はあるんだけど、もう汚くなりすぎないギリギリのバランスなんじゃないかなと思って気に入って購入しましたね。これがね確か覚えてるんですけど、あの買ったお店のインスタアカウントに新商品入荷っていうのがこれが出て、いやこれ絶対買わなきゃと思って、まあ、土日だったんですけど仕事したんですよその時は。ただこのね店舗のインスタを見た瞬間にお店が上野なんですけど、速攻買いに行きましたね、片道まあまあな時間をかけてでね、あの無事購入できたので、そういうエピソードも込みでね買えてよかったアイテムになっております。で、今ファッションシーンの中でねトレンドで言われてるのがグランジファッションっていうのが改めて見直されてて、まあ、昔のねナンバーナインだったりとかアンダーカバーとかそういう部分の今のグランジファッションにハマるアイテムの価格っていうのが本当にまたこう改めて高騰してて、自分もね日々探してるんですよ。まあ、そういう中でねこういうダメージアイテムって探そうとしてもなかなか出会えないので、これをね秋冬に向けてもたくさん着ていこうと思います。いや、パンツがねこんだけやっぱデザインというか、まあ、こんだけディティールが入ってるんで、トップスをねシンプルに合わせてもスタイリングがそこそこ決まるっていうのも、まあ、気に入ってるポイントですね。はい、それでは次買えてよかったアイテムがこちらです。はい、こちらが古着で買ったアイテムになるんですけど、ポインターのオーバーオールになります。
まあ、このアイテムがね良かったポイントとしては、まあ、自分の中のねオーバーオール熱を、まあ、再燃させてくれたアイテムになってて、それこそね昔は結構オーバーオールも古着で着てたんですよ。昔のねチョキチョキとかでも本当オーバーオールとかペインターパンツを合わせるスタイリングが大流行した時があるんですけど、その影響で、ね、自分も着てたんですよ。でね社会人になった後もちょいちょい着てたんだけど、なんか気づいた頃にはねあんま着なくなってて、で改めてね最近やっぱトレンドアイテムってこともあって着たいなと思った中で、この古着屋さんでねポインターのオーバーオールを見つけることができて、本当に買えてよかったアイテムになっております。まあ、オーバーオールといえばねなんかデニム素材だったりとか、あとはダック素材とか、あの屈強な生地感のものが多いんですけど、これに関しては動画ではなかなか伝わらないと思うんですけど、程よく厚すぎなくてかつ薄すぎないみたいな、なんか生地感もねちょうどよくて、まあ、着た時にゴワつかないんですよ。見た目が軽やかというか、でプラスしてねなんか色味の部分もこれなんかロイヤルブルーの発色のいい色味になってて、まあ、今ね春夏シーズンだからかもしれないんですけど、結構トップスの白とね陰影がしっかり出て清涼感ある着こなしにハマるのも気に入ってるポイントですね。であとねオーバーオールに関して難しいところで言うと、サイズ選び結構難しいと思うんですよ。もうなかなか自分の体型に合ったもの見つからないっていう時もあるんですよね。自分もねこのオーバーオール探してる中でいいサイズ感のものになかなか出会えてなかったんですよね。幅はいいけど丈が足りないとか、なんかちょっと変なところに縮みが出ちゃってるとか、まあ、色落ちの具合が気に入らないとかいろいろあるんですけど、これに関してはそういった部分も自分だからパーフェクトだったので、なかなかね探そうと思っても出会えることがないので、まあ、そういう部分を含めて買えてよかったアイテムに入れさせてもらいました。でオーバーオールに関してはね秋冬どんどんまたトレンドになっていきますし、でメインのトレンドとしては2021年の春夏に関してが一番盛り上がるタイミングだと思うので、もう今のタイミングからねいろいろ探してお気に入りの一本を探してもらえればと思います。はい、それでは次買えてよかったアイテムがこちらです。はい、こちらがシュプリームの総柄のスイムショーツになります。シュプリームに関してはですね、先日銀座で買ったポケット T シャツ買ったんですけど、実はね2020年の SS のシュプリームはねほとんど買ってなくて、ちゃんと買ったのこれぐらいなんじゃないかな。あのねいくつか欲しいやつがあって、あの完売で、ね、買えなかったものもあるんですけど、実際買ったのはねこの1点なんですよ。ただこのアイテムに関しては2020の SS のルックが出た時点でもう一番欲しいと思ってて、かっけーみたいな。もう販売開始のタイミングもねこれネットで買ったんですけど、毎週土曜日のね11時から販売開始なんでビタ付きで待ってたんですよ。でね無事買えることができたんだけど、これ全然売れてなくてシュプリームの中でもちろん当日に完売もならないし、当分ねお店からフルカラーフルサイズで残ってた。これセールになったかどうかまでは分かんないんですけど、確かこれのねあの上もあるんですよ、トップス。それはねセールにかかってましたね。一瞬セットアップで着ようかなと思ったんですけど、あちなみにトップスがこんな感じなんですけど、これセットで着るとさすがによく分かんないんじゃないかなと思って、これがねなんかバイクのレーサー柄なんですよね。だと後ろにこんな風にロゴが入ってるんですけど、まあ、これ気に入ったポイントで言うと、なかなか総柄のショーツで自分の中でビビッとくるものがなかなか出会えない中で、もともとね柄が好きっていうのもありますし、あと形に関しても気に入ってて、まあ、シュプリームのスイムショーツに関しては股下の丈もねギリギリ膝にかからないぐらいの丈になってて、かつね裾口も程よくワイドなのでリラックス感もあるし、形がねかっこいいんですよ。でそういう部分にも惚れ込みましたし、あとねこのアイテムだからこそできるコーディネートっていうのもいろいろやっぱあって、これね下柄物なんですけど上もあえて柄物合わせてパンチ効いてるコーディネートを組んだりとか、もちろんね、まあ、上を無地Tとか合わせて、まあ、このショーツをねメインに組むっていうのもいろいろできて、結構柄はかなり特徴的ではあるんですけど、着こなしで言うとねこの春夏結構着やすくて何回も何回も着ちゃったアイテムになってますね。なんでこれシュプリームの中では相当人気なかったアイテムになってると思うので、まあ実店舗とかも在庫残ってるかとかわかんないんですけど、二次流通とかねいろいろ探しても絶対値段上がってないアイテムだと思うので、ぜひぜひねチェックしてもらえたらと思います。はい、それでは次に買ってよかったアイテムになります。次のアイテムがこちらです。はい、こちらがドクターマーチンのブーツになります。こちらに関してはドクターマーチンの8ホール仕様のブーツになってますね。でこちらのドクターマーチンのブーツなんですけど、自分はね今回イングランド製のものを購入しております。でイングランド製の方がねなんか程よく形がポテッとしてるというか、形が好きなんですよ。なんか丸みがいいというか、結構ね楽天とか安く出回ってるやつだとなんか素材感とかあと形があんまり好きじゃなくて、あとはね自分の中でもパッと見分からなくてもちょっとした差別化ポイントが欲しかったので、まあドクターマーチンといえばやっぱりイングランド製でしょと思って、まあ、自分はね探してこれ購入しましたね。ドクターマーチンに関してはやはりこのブーツやっぱ定番じゃないですか。まあ3ホールとかねそれローカットのやつ着用してる人多いんですけど、まあこの8ホールに関してもねほんと大定番
なので履いてる方多いと思うんですよ。改めて履くとね、やっぱいいわ。履きやすい。やっぱ歩きやすいですよ。ブーツなんですけど。自分ね、ティンバランドとかも履いてるんですけど、やっぱドクターマーチの方が、履き心地だけで言えばやっぱいいですね。まあもちろんね、大定番なんで合わせやすいっていうのはもちろんなんですけど、なんか普段自分が持ってるパンツとかに合わせても自然にはまるし、なんかね、足元のコーディネートの幅もすごい広げてくれたなと思って助けていただいた一足になってますね。で、さっきね、別の気に入ったアイテムでも言ってる通り、秋冬に向けてはね、グランジとか、あとはロックファッションっていうのもね、改めて見直されてる部分ではあるので、そういうところでね、足元ドクターマーチとか入れていくと、よりスタイリングが仕上がると思うので、まあ秋冬もね、たくさん履いていきたい一足になっております。はい、それではですね、次が最後の買ってよかったアイテムになるんですけど、最後に買ってよかったアイテムがこちらになります。はい、こちらがサンローランのレザーサンダルになります。このアイテムは軽井沢のアウトレットで購入したんですけど、元値がね、サンダルなんですけど9万円するんですよ。これ高いよね。もうサンローラン価格なんですけど、でこれセールで自分は4万5000円で購入したんですけど、まあ、4万5000円でもね、サンダルとしてはめちゃめちゃ高いじゃないですか。だけど実際この夏今履いてるんですけど、満足感としてはかなり高くて、自分がね、なんか普段のスタイリングにサンダルをあんまり履けなかった部分で言うと、まあもちろんね、かっこいいサンダルとかたくさん出てるんですけど、まあなんかやっぱラフというか、なんか抜け感が出すぎて、なんかスタイリングに合わないなっていう部分が本当気になってて、普段履きとしてはね、やっぱ一足も稼働してなかったんですよ。まあ、ちょっとね、家の近く出かける時とかは履くサンダルは全然あるんですけど、もうファッションとして履けるサンダルがなかなかなかったんですよね。もうその中でこのサンダルに関しては本当他の動画でも言ってるんですけど、なんかドレスシューズとかレザーシューズのように履けるサンダルというか、こういうねスタッツが入ってたりとか、あとこのソールの部分に関してもオールレザーになってるので、なんか程よい重厚感も相まって、まあ、サンダルなんですけど上品にというか合わせられるのがすごい魅力に感じてますね。でね、こちらのサンダルに関してはデニムに合わせてもかっこいいし、ちなみに合わせるとこんな感じなんですけど、こういうのもいいですし、あとはスラックスでこういう風に合わせてもできるんですけど、ドレッシーにもハマるし、カジュアルの外しにも使えるし、結構シーンとかスタイリングを選ばないところも気に入ったポイントでしたね。なんでこちらのアイテムに関してはね、アウトレットでもちょいちょい出回ってるらしくて、あとネットの通販とかでもセール価格で結構売られてるみたいなので、気になった方はね、ぜひぜひチェックしてもらえたらと思います。はい、それではですね、自分が春夏買ってよかったアイテムの10個かなの紹介は以上となります。いやー、今回紹介したもの以外でも、まあ、これも買ってよかったなって思えるものたくさんあるんですけど、まあ、切りよく今回は10個紹介させてもらいました。いや、この春夏もね、たくさんいい出会いがあったので、なんか秋冬もこれからね、たくさん買い物していきたいですし、実際ね、この動画を撮ってる前にも買い物行っていろいろ買ったりとかしてるんですよ。またね、秋冬たくさんかっこいい洋服紹介できたらと思うので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、それでは本日の動画も以上となります。本日の動画はですね、少しでも参考になったとか面白いと思っていただけましたら、動画の高評価とチャンネル登録の方お願いいたします。あとですね、概要欄に自分のインスタグラムのアカウントも貼らせていただいておりまして、日々ファッションのこととかスタイリング発信させていただいているので、お時間ありましたらそちらもチェックしてもらったら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。